どうも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 。はい、今練習から帰ってきたんですけど、髪色がさ、赤からもうピンクになって、ところどころオレンジ色になってきてるっていうね。そろそろもう一回ちょっと染め直すか、そろそろ黒に戻そうかなと思います。今さ、もう汗がやばくてさ。はい、ということで今日の動画はですね、なんでこんな感じで今撮ってるかと言いますと、オープニング撮るの忘れました。なんで急いで今撮ってます。まあ、何の動画かと言いますとね、あゆ太郎が昔大学時代に使っていた、もう10年前かな、使っていたラケットのネクステージ500ってあるんですけど、まあ、それをちょっと使ったので、まあ、それと今の現代のね、一番新しいジオブレイクヨネックスさんなんですけど、まあ、どっちが使いやすいかを打ち比べてきたので、ちょっとまあ検証じゃないですけど、どんな風に変わったのかなっていうのを打ち比べてきました。よかったら見てください。レッツゴー、あゆ太郎チャンネル。意外と打てるかも。あは、そうだ。あ、確かになんかしなりすぎて反発しないかも。はい、
めっちゃ打ちやすいぞ。エアーチャンネル。次現代のラケットジオブレイクでいきたいと思います。すいません。なんかやっぱこっちの方がね、体全身をね、やっぱ一本シャフトと重さが重いっていうこともありね、やっぱこうしなって遠心力で飛ばす感じなんですけど、正直こっちの方がボールは飛びやすいかもしれない。ただこっちの方が操作性が抜群にいいんで、まあ、いろんなことができたり前詰めたり、ね、しっかり回避できたりするんで、ね、やっぱ現代のラケットは高性能なんだなと思います。でも昔のね、このラケットも10年前のラケットもすごい使いやすいので、最後もうちょっと打っていきたいと思います。
やばい、なんかね、攻めるボレーはあれだけど、守りのボレーがすごいしなって勝手に飛んでってくれる。おはようございました。はい、この現代のラケット、一番新しいモデルのジオブレイクと、こちらのね、僕が10年前大学1、2年ぐらいかな使ってた、なんとこれネクステージ500を今打ち比べてみたんですけれど、あね、これもめっちゃ打ちやすい、正直。ただこう振動とかね、手とかのね負担が結構すごいね。ただね、やっぱ1本シャフトと2本シャフトの違いなんだけど、すごいしなるから球がめっちゃ飛んでってくれる、うん、やっぱでもトップ打ちとかね、こうスイングスピードを速くしてピュッと狙ったコースに厳しく打つならこっちかな。やっぱただバカーン打たれた球を思いっきりね、もう思いっきりどこでもいいから思いっきり飛ばしてやる、バカーンって打つのはこっちの方がもしかしたら向いてるかも、はい、ぜひぜひ皆さんもね、こうお近くで多分持ってる方とか、ね、ちょうど30代ぐらい後半前半ぐらいの方がね、多分持ってると思うので、お近くにいたら借りてみてください。結構打ち比べてみるとね、結構新たな発見もあると思う、ぜひぜひ試してみてください。ということで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンを押します。この動画がそんなにくらいだと思う方もグッドボタンを押します。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。インスタとかツイッターフォロー皆さんありがとうございます。まだまだ待ってますので、よろしくお願いします。じゃあ。